今日のお題はバラいちごだよ。バラいちご、名前的にはバラに似たいちごか、集合花じゃなくてバラバラないちごのどちらかのような気がするね。それじゃあ説明していくよ。バラいちごはバラ科キイチゴ属の落葉低木だよ。原産は日本だね。名前の由来は茎や葉に鋭い棘が多くあることや、花の形がバラに似ていることから来ているよ。別名ではミヤマイチゴとも呼ばれているね。バラに似ているイチゴってことか。まあ改めて考えたらこれもバラ科だし、近い点があっても不思議ではないね。見た目や味はどんな感じなの？果実は15ミリほどの集合花で熟すと赤くなるよ。味は酸味がほとんどなく甘くて美味しいそうだね。その説明を聞いている限り美味しそうだからぜひ食べてみたいけど、トゲがあるから取るときは気をつけないといけないね。